この度は MK カフェと島袋ひろこさんとのコラボサババーガープレミアムキットをご購入いただき誠にありがとうございます。アヒージョとラタトゥーユのサババーガーの作り方を動画にさせていただきました。ご自宅でも美味しく召し上がっていただけたらとても嬉しいです。これからもどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。プレミアムセットの中に入っているラタトゥーユとアヒージョの袋を2時間ほど解凍していきます。袋を開けて耐熱容器に入れてください。こちらは冷凍したままでも大丈夫ですが、その場合は電子レンジで加熱する時間を増やしていただけたら嬉しいです。上からラップをかけます。ラタトゥーユの場合も同様に袋を開けて同じように耐熱容器に入れます。ラップをかけていきます。電子レンジで600ワットで約2分半から3分温めてください。温めたら取り出してラップを取ります。よくかき混ぜていただき、アヒージョの完成です。ラタトゥーユも同様に温めてください。またレンジではなく火にかけて温めたい方は、プレミアムキットに入っていたこちらのアルミ皿に解凍した具材を入れてください。直接火にかけるのではなく、フライパンやお鍋の上にのせて中火で5分ほど温めて出来上がりです。グツグツいってきたら合図になります。こちらもよくかき混ぜてお召し上がりください。またサバとパンは具材を温めている横で焼くこともできます。サバの塩加減はお好みで調整していただけたら嬉しいです。玄米粉パンは軽く温めるだけで美味しく召し上がれます。またトースターを使っていただけても大丈夫です。サバもフィッシュローターを使っても大丈夫です。サババーガーを重ねていきます。玄米粉パンの下とレタスを乗せて、具材を好きなだけ乗せていきます。今回はこちらのサニーレタスだけご自宅で準備していただけたら嬉しいです。サバを乗せて、玄米粉パンで蓋をしたら完成になります。きのこたっぷりのアヒージョサババーガーができました。同じように玄米粉パンの下を置き、レタスを乗せてラタトゥーユの具材を好きなだけ乗せていきます。焼いたサバを具材の上に乗せて、玄米粉パンの蓋を乗せて完成となります。沖縄県産の野菜たっぷり入れたラタトゥーユサババーガーの完成です。どちらも美味しくお召し上がりいただけたら嬉しいです。ご覧いただき誠にありがとうございます。わからないことがありましたら、いつでもご連絡いただけたら嬉しいです。MK カフェスタッフ一同、ご購入本当にありがとうございました。